野々市市立立野小学校は、石川県野々市潮市のにある市立小学校。1983年4月現在地で、建設着工。1984年3月みその小学校より、分離。4月開校。校名は、開校前に、当時の野々市町民からの公募で決めた。立野小学校の名称は、現在の野々市潮市の一丁目に住む女性が応募した。 もので、同校が、室町時代に、戸賀氏家前が住んだ、おしの館跡に立ったことから、館の一文字を冠したものである。戸賀市の人徳と残された幾多の輝かしい文化を忍び、このゆかりある地で、児童が、のびのびと、健やかに学び育つことを願い、名付けられました。昭和期から平成期にかけての発掘調査で、縦の小学校運動場のほとんどの部分がおしの、 館跡と重なることが分かった。戸賀シ前は、オ野省の児童を務めた人で、自身の敷地や電磁五丁を、戸賀シ氏の菩提寺である、大乗寺へ寄進したことが資料として残っている。オ野館跡図、石川県立図書館像のの市調子資料編さ平成14年3月、P464、オシノたちな解析、のの市町教育委員会、 2014年5月9日、都賀市家、全4位タリーキ新城、上は2年、大城地蔵、森井選手、横浜遺跡バスケ B1 の市出身2020年7月5日、閲覧。ありがとうございます。